日本徳島県鳴門市無野町大久和島。無野町大久和島は、徳島県鳴門市の大技。郵便番号は、郵便番号七七二のゼロゼロ一一人口は二千五百九十三人、世帯数は千八十九世帯。鳴門市の東部に位置。さぬき山脈、天元山の東部に位置し、北は小鳴門海峡に面し、南は、無野町国和島に接し、西は、 無屋町黒崎に接する。およそ住宅地域。地内には、国道28号、徳島県道11号鳴門公園線、徳島県道42号瀬戸村線、神戸淡路鳴門自動車道が通っている。当地区の大部分がかつては園田であった。小鳴門海峡に面する北部には、国名称、鳴門地内にある大下島と結ぶ小鳴門橋や、鳴門協定場等がある。 南西部の阿蘇恵比寿山には、鳴門市立図書館があり、その北隣には、四史跡、恵比寿山がある。恵比寿山は、桑島成立五半も津波系図引調の記述から、無屋塩田発祥の地とされている。慶長4年に、馬石七郎兵、大谷五郎大右衛門が、無屋地方で初めて入浜塩田を築造した場所と、伝えられている。 江戸期から明治二十二年にかけては、万道軍及び、板野軍の村であった。漢文四年より、板野軍に属す。明治二十二年に、同軍無屋町の大技となった。昭和二十二年三月には、鳴良南市、同年五月より、現在の鳴門市のあざなとなる。九百五十一年一月二十九日、桑島海岸で、サルベージ会社が、油漁、 小松島の海底から引き上げた旧軍の魚雷、砲、爆弾、一トン爆弾などを解体していたところ、爆発が発生。危険を感じて、退避を呼びかけてから爆発まで、若干のタイムラグがあり、奇跡的に死者は出なかったが、作業員ら104人が重軽傷。周辺の被害は、家屋全壊20個、半壊100個、規範線が沈没した、高速ナルトバスストップ。 ありがとうございます。